十分にその辺りを意識しております。ご覧ください。大きな目玉をね吹き出すようにいたしまして、今青コーナーに登場いたしましたのがザ・ビスティであります。アメリカンスタイルというんでしょうか、アメリカのあのレスラーがこういうタイプが多いですよね。そうですね、まあ、見ててね、まあ、ショーマンシップ、はい、プレゼンシップですね。派手に登場してまいりましたザ・ビスティでありますが、今度は降りましたね。今あのリングを降りましたよ。そして体を隠してしまいました。おっと今あのメドーサレシリーが入場してまいりますが、ファンに抱きつくようにいたしまして、この人はすっかり日本に人気も定着してまいりました。そのビスティを待ち構えておりますのが、あらーザー・ビスティがやったーってやりました。ビスティが中攻撃でやります。メドーサレシリーに対しましてビスティ、同じアメリカからやってまいりました選手としてやりますが、今日は真っ向対決でやります。しかもタイトルが勝っております。何をするか分かりません。一見とってもね派手な選手でありますが、なかなか獄門島に入門いたしましても十分にそのドンが務まろうというザ・ビスティ、暴れまくっております。あーって悲鳴が聞こえました。メドーサ・ミッシェリーの悲鳴が聞こえました。今ゴングが鳴っております。あーってやりますね。今鉄柱にたきつきましたでしょ。はあ、メデューサ斬新な、なんか水着なんですよ、ね、はい、この人がねあのとにかくかっこいいことでもうナンバーワンですから、すごいよ、話題ですよね。ですからどちらかというとあまりかっこの良くないビスティがね怒ってるわけです。あのビスティの水着がね、ちょっとね変わってますよね。変わってる、お尻のところがねなんかねすごいボリュームのあるように見えて、実際に見えたと思うんですけど、でかい尻ですよ。まあ、とにかくね、それをまた鮮やかなカラーでね浮き出しております。ザ・ビスティ入場いたしました。一暴れいたしました。ですからメドーサ・ミッシェリーがねまだあの向こう側に沈んだまんまという感じで立ち上がれません。こういう悪いことするのは日本のお客さんあんまりダメなんですね。ダメな、こういう卑怯なことするのね、卑怯なことするから、しっかりやります。そして今度はカージャがいった、カージャがいった、極門島が目の方にしております。メドーサ・ミッシェリー、中愛人選手っていうのは本来ね極門島に神器を切る、はい、ここにわらじを抜くっていうのがね、脱ぐっていうのが今までのあの式体だったんですけども、今回はメドーサ・ミッシェリーがね全く極門島に立ちません。したがって極門島が総出、ああロープに宙づりという感じ、完全に逆さまにされてしまいました。これしばらくあの試合が始まりそうにありませんね。なんかね、1対2って感じですね。アジャがちょろっと出てきてちょろっとなんかやるんですよね。そうそう、この人はね本当にああいうちょろんと出てきて悪いことやるのが上手いタイプだから。あ、しかし相当な出血ですよ、これメドーサかわいそうですね。バカーしてますけどもね、悪い日本語はまず覚えちゃいますね。困ったもんです。あれなんてやつだ、これあのアメリカ版ダンプ松本と言ってるんでしょうか。とにかくあの、思い切って自分を表現することにかけては大したもんであります。ザ・ビースティ登場。まだあの選手紹介はないでしょ。塩野さん、もうねさっきゴング鳴らせました。さっきあのドサキさんの中でですねゴング鳴りまして、はいはい、もうすでに試合始まってます。あ、じゃあ試合始まった。機体から先決を発表しまして、今メドーサ・ミッシェリーが行く。しかし力では負けておりません、ザ・ビースティであります。またもメドーサは場外に落ちました。しかし凄惨な感じに安倍さんなっちゃいましたですね。そうですね、ちょっとまあ予定外のね奇襲攻撃を浴びてね。この試合は IWA 世界タイトル王座決定戦、しかも60分一本勝負であります。まあ、この試合がどういった試合なのか、そして選手の紹介もですねじっくりしようと思ったんですけども、思わぬ試合の進展になってしまいました。選手紹介もありませんでした。そしていきなりメドーサ・ミッシェリーが額を切りました。おーっとキックが入った、コンスはキック、左の太ももの後ろ、おーっと今度は前面にお腹を後ろに入った。
これは強烈な蹴りでやります。素晴らしいキックを見せます。わあ、ジャガー。今のキック力はね、相当高い力ありますね。そうですね。まともに、はい、ゲームの力ですね。はい。塩野さん、今円陣を見せました。はい。最近空手をずっとね、うん、このメドゥーサ習ってましてね。あ、そうかそうか。だんだんキック力もついてきました。今の迫力あったね。はい。まあ、もともとアメリカではね、力がある選手として大変な人気なんですけども、日本にやってまいりまして、その美しさだけがちょっと目立った感じがありました。日本流のレスリングに馴染まなかったせいでしょうか。しかし今強烈なキックを一発入れました。目を見張るような強烈なキックが入りました。そしてレッグブリーカードロップでやります。さあ、ミドウさん、まあ、この人は阿部さん、とっても選手に聞きますと練習熱心といいますか、いろんな日本のレスリングなんかも研究してるんですね。そうですね、はい、いろいろと吸収しようとしてね、はい、やってますね今ね。だから単なる美人レスラーではなくて、やはり日本に来た以上はこういった IWA の世界タイトルマッチは絶対に失うわけにはいきません。もともと長与千種が持ってて、長与千種からこの人が取って、また長与千種に取られてと、こういったIWA の攻防があるわけですね。そうですね、今年の正月にですね、はい、長与とこうベルトの争奪戦をね、繰り広げましたね。はい、レフリーが起こしてます。いや、首を絞められてますんでね、自分では気合を入れてるつもりの声かも分かりませんですけども、悲鳴になってしまいます。そして現在は長与千種がこれを献上して引退してしまったんで、空位となった IWA の王座を受けた今日の一戦となるわけですが、60分一本勝負でやります。宮君、まあ、ちょっとね、私たちが想像もできなかったような、試合の導入部だったわけですけどね。メドゥーサがあんな風に出血したってのは初めてね、日本人初めてじゃないですかね、おそらくね、でね、表情を見てますとね、今まで見たことのないようなね、ちょっと弱々しいね、メドゥーサの表情ですよね。今日ね、今日はちょっとこの何とも言えない表情のザ・ビースティーに飲まれてますよ。そう、本当その感じですね。このビースティーがね、とにかくこのメドゥーサを追っかけて日本に来たと。本来は違う団体なんですよね。ですから本来は直接対決というのはアメリカではなかったんですが、なるほどなるほど、もうアメリカで大活躍ですから。ちょっとね、あまりお客様にアピールをしすぎました。ちょっと隙を作ってしまいました。メドゥーサが行きました。さあ、どうでしょうか。回転エビ固め、これはしかしカウント2でした。ザ・ビスティとメドゥーサ・メッシェリーの対戦になりました。60分一本勝負、熊本市体育館でやります。まあ当然しかし夏木豊さんとしては、はい、メドゥーサ・メッシェリーを応援したいと。そうですね、そういう気持ちになるんじゃないのかな。このままの形で終わっちゃいはしませんでしょうね。ね、意地を見せてほしいですね。それから面白いのは、あれあれ、今猛獣がリングの上上がってるんじゃないかな。方向が聞こえましたね。そうですね。しかしこのザ・ビーステって全面なんか恨む気持ちにもなりませんね。ね、城之内かなえちゃんはどうやらこのザ・ビースティに相当興味を持ったんですね。水着だけじゃないんじゃないの。キャラクター全体が面白いんじゃないの。なかなかね、なんか個性がありますよね、はい、すごい。でもね、やっぱりこの試合はね、メデューさんに勝ってほしいなと思います。あれあれ、じゃなかった。嘘嘘嘘、本当に今ので、今の油断でしょう。いやー、今カウント3が入っちゃった、60分一本勝負でしょこれ。いや、今はちょっと、いや、私もね、大体勝負が決まりそうな時はもう少し実況中継してるんですけども、今のは完全に私としてもこれは不意をつかれましたね。あんなことでカウント3を切るとは思いませんでした。これはザ・ビスティが起こるのは無理もありません。どうしたんでしょうか、あっという間。いや、よく見てなかったけども、ジャガー今何だった、何で決まった。回し蹴りをか、まあ、食らわせまして、2段ロープのキックですか、はい、セカンドロープからのキックをして、まあ、彼女の独特のホールのためにそうですね、そうですね、こんなところですか。そうですね、最後のムーンサルトですね、やりまして、で最後の固め技が綺麗に決まってましたですね。あれでビースティがちょっと動けなかったですね。最後はサナエちゃんとね、すっかり話し込んでましたね。そうなんですよ、勝負が決まるし、これはアナウンサーとしては失格ですけどもね、あっという間カウント3でね、はい、ビースティは返せると思ったんじゃないですかね。そんな感じですよね、やや余裕を持ってた、そうですね、しかし返さない、返せない、こういった決着のつき方であります。
とにかくあの最初から揉まれていた感じで全くあのザ・ビスティの人みたいのような感じでした。今日の IWA 世界タイトル王座決定戦、あっという間カウント3が入りました。今トロフィーと同時にフジテレビから賞が贈られました。メロンコミスリーであります。いろんなことを紹介したかったんですけども時間がありませんでした。ねえ本当ですね。はい、あでもねこれ出だしから攻められたから嬉しい勝利でしょうね。そうですよね、それからあの外人選手としては日本にあの腰を押し付けて、はい、ずっと1年いるそうですから。あそうですか、普通はあの2ヶ月3ヶ月で帰っちゃうでしょ、はい、1シリーズでしょ。この人は1年日本に定住して日本のレスリングを一生懸命勉強したいと言っております。メドウサ・メッシリーであります。マイクを取りました。こんばんは、メドウサです。この人はあの喋るだけでなかなかね人気がありまして熊本のお客様から大きな拍手。ありがとうございました。もっと拍手をします。応援してください。あねえ、いや英語で何かねファンにあのメッセージかと思いまして、その時は宮君に翻訳をお願いしようと思ったんですけど日本語で言ってくれましたね。よかったですね日本語で。しかしあの、何とも言えないに今泣きながらあのファンにね、そうですね、熊本の皆さんがね大きな拍手を、ね、送ってくれましたんでね、勝利の報告をしそれからお詫びもしておりました。メドウサメッシリーであります。何かあの日本人のファンの胸にグッとくるような、はい、こう共感を持ちやすいようなタイプのチャンピオンでありませんか。そうですね、だいぶこの日本にもまあ慣れてきた、日本のファンの心情がね、だいぶ分かってきたんじゃないですかね。きっとどんどん人気があると思います。メドウサ・メッシャリー IWA のチャンピオンであります。